もう1年以上前なんですけども、はい、最初はビデオ審査のオーディションに行って、はい、そこで、まあ、合格したということで、うん、続いては、海外からスタッフがお見えになったところでのオーディションと、うん、プラス、この体がどのぐらい動くかっていうその審査も同時にやりまして、はい、それがちょっと僕にとっては意外だったんですけども、はい、体を動かす方はスタートして何分後に終わるか分かんないんですよ。で次々と課題が出てきて、それをクリアしてじゃあ次これやりましょうみたいな、これどこで体力持つかを見られてるのかななんて思いながらの審査がありまして。きつかったのなんかあります？覚えてらっしゃる？最後の方はね、なんか動くこと自体がきつかったです。ああそうなんだ。まあ舞台も3時間半というなかなかの長丁場なので、長丁場ですね。その体力があるかどうかみたいなことも審査基準だった。おそらくそれもあるでしょうし、魔法が舞台中いろんな魔法が繰り広げられるんで、うん、その魔法に体が耐えられるかどうか、うんうん、もうきっと見られてたんじゃないですかね、はい、かなり緻密に計算されているものなので、はい、同じ動きを結構要求されてくると思うんですけども、はい、ただその中でやらされてるんじゃなくて自らやってるように見せるのが僕らの仕事かなと。まあハリー・ポッターの映画はとても若い頃から好きで見てたんですけども、なんか、まあ、ハリーをやれるなんては全然思ってなかったんですね。今回そういうことが叶ったので、まあ、楽しみながらですけど、あの世界観の中に自分がちゃんと入んなきゃなっていう、ちょっとこう自分はこう戒めたというかね、はい、あんまり好き勝手にやるなよって自分に言いました。ミュージカルをやってる頃は、はい、そういう外国人の役をよくやっていたので、うんうん、ただその時にも気をつけてたのは生活習慣とか、彼らの映画を見てて、はい、こんな風に人と話すんだなとか、そういうのは研究してましたね。ちょっとやっぱ身振り手振りとかが多少日本人と外国の方ってちょっと違うような違いますね。なんせペコペコしないですみんな。向こうの人日本人すぐすいませんって言っちゃう。これがないので、なるほど、この辺もねちゃんとしてて喋るとかね。これからでしょう。これから、あ、でも楽しいですね。僕たちハリーも3人いるんで、はい、その個性はしっかり出るはずなんです、ね、なるほど。そこを皆さん見比べてほしい。うわいいですね。多分稽古場に入ったら一緒にいろんなことをやると思うので、はい、でも3人いると助けになるんですよ。人のも見れるし、ね、はいはいはい、感想なんかもきっとお互い言い合えるでしょうから、ね、なるほど、楽しみです。舞台は自分で移動して自分でそこで何かをやってまた別の場所に移動していくんですよね、うん、これは映像だとカメラが撮ってくれるんで、はいはい、そこが大きな違いですよね、うん、でアクションもフレームがないので、うん、舞台は自らいろんな動きをオーバーでもできるし、うん、ただテレビカメラの前にその勢いでやっていたらすみませんフレームアウトですありそうよく言われましたね。なるほど。ないですね。僕は魔法にかける番です。世界中で大ヒットしているハリー・ポッターと呪いの子、7月8日に、東京ですね、赤坂のアクトシアターで開幕いたします。映画や小説で知られているハリー・ポッターの子の子供時代から19年後からスタートします。舞台上では様々な魔法が繰り広げられますので、皆さんも夢の世界をお連れします。親子の心の絆とか、お互いにハリーとハリーの息子の話でもあるんですけども、お互いに生きるのがあんまり得意じゃなかったりするので、そこの人間的なこのつながりとか葛藤みたいなのがどこの一つになってくると思います。皆さんの知らないハリーも見えます。ぜひ皆さん劇場でお待ちしてますので、いらしてくださいね。待ってます。